アンナ・レバンテイ、旧聖コンドラショアは、ソビエト連邦出身の女性、元フィギュアスケート選手。競技引退後にコーチ、振付師。夫は、元ノルディック複合選手のアラール・レバンテイ。1984年世界フィギュアスケート選手権に、サラエボオリンピック、カルガリオオリンピックソ連代表。アラール・レバンディ、アンナ・レバンテイ、1965年モスクワ生まれ。 タリン出身でソビエト連邦、後、エストニアを代表したオリンピック選手、アラール・レバンテイと結婚し、現在はタリンに居住している。コンドラ・ショアは1983年から国際競技会に出場し始めた。1984年世界フィギュアスケート選手権で2位となったのをはじめ、ヨーロッパフィギュアスケート選手権では4度3位になっている。 オリンピックには1984年のサラエボ、1988年のカルガリーに出場し、サラエボでは5位。カルガリーでは8位となり、そのシーズンで競技生活を終えた。主な戦績エストニアのタリンで、結婚後の自分の名を冠したスケートクラブを主催し、フィギュアスケートコーチまた振付師として競技に携わっている。 アンナレバンティフィギュアスケートクラブは、エストニアを代表する有力クラブとなっており、アリサドレー、エレーナ・グレボワといった国際的な選手や、数々のエストニアを代表する選手を指導している。ありがとうございます。